して韓国語を勉強しましたか？とあるエンターテインメントの社長。費用ってどうしてますか？韓国人は絶対もらえへんねんけど。韓国人と友達になる方法は、自分の意見をしっかり持って言うっていうのは。整形してる人は周りにどれぐらいいましたか？いっぱいいたよ。だって私の大学は卒業生がすごくて、少女時代のユナとかソヒョン同期で言うと AP のナムちゃんとか登竜門みたいな大学やって、引くぐらいすごかったから、みんながやっぱり綺麗にはしてたかな、うん、でもそれが悪いことっていうのは全くないから、うん、さらけ出してた、みんな。あ、全然隠せとかじゃなくて、全然隠して、もうこれ30万の花やつ自慢前になって自信満々、どやぐらいの感じで、マリアさ、でも半分あった方がとか、ほんまにそれぐらい、それはあるよな、それめっちゃめっちゃわかる、助言結構何回もそういう方あったわ。しかもなんか褒めてくれんねん、イケメンだねって言ったと思ったら、ほらちょっと惜しいとか言って、こうしたら完璧な顔になれるのにって、完璧な顔ってないやん。そんなに言われたらマジでやりたいですよね。しかもなんか日本やったら失礼とか思ったりとかさ、そんな人の顔になれるのはって感じだけど、なんか助言やね、向こうはほんまに。先生知ってるとか、整形まではいかんくても、そのほくろ取りたいとか、うん、あ、なんかリフトアップ行きたいけど、なんかどっかいいとこ知ってるって言ったら、うん、まあ、私ここで話したねとか、なんかほんまにそういう感じ。夏休み挟んで顔変わってるとかもいっぱいあるし、学校やから、もともとやったけどやっぱりちょっと気に入らへんかったからもう一回やってきたとかもあるし、多いよな、すごい多いよな。ゲームして鼻当たって、こう手、誰かの手当たって、あーみたいな。多分日本は生まれ持ったままで美しいとか、持って生まれたものを大事にするっていう考えが多分強いけど、韓国は綺麗になるための努力をすることが何が悪いのっていう考えなんかなっていう、自分が綺麗になったりかっこよくなったら人生いいことあるのにっていう考えだから、考え方の違いがすごい。周りにデビューした子とか韓国で芸能活動してる子がいると思うんですけど、その K-POP アイドルを目指すのに何が必要だと思いますか？情熱。お、絶対に言えることは情熱かな、うんうん、下手でも情熱があったら一生懸命練習するから、その子は、うん、気づいたらめちゃくちゃ上手くなってるとか、うん、なってたりとか、ビジュアルとかもある程度努力で、例えばダイエットすごいするとか、肌の管理はめっちゃしてニキビを作らないように徹底するとか、可愛いからスカウトされたとか、そういう子がいたとしても、どうしても歌手になりたいとかアイドルになりたいとか、そういうのがなかったら多分結構過酷やから、練習生の期間とか、うん、そのデビューするまでの道のりがいつデビューできるのかもわからないし、耐えられないと思うから、その期間を。でやっぱり情熱あってめっちゃ頑張ってる子って、人前に出て何かパフォーマンスするととか、オーディション受けるとかにやっぱエネルギーがバンバン伝わるから、そこが一番大事なのかなって。やっぱやる気があれば韓国語とかもそれぐらい勉強もするやろうし、最終的にどれぐらい自分が本当にそれをやりたいかっていう気持ちがある人が成功するのかなって。とはでも真面目すぎてもあんまりあかんのかなとかも思ったりするよね。もちろん真面目じゃないとずっと練習とかもし続けることはできひんとは思うけど、考えすぎるとやっぱりしんどい世界だし、それすらもやっぱり前向きに考えれるぐらい本当に大好きなことやからこそやってるっていう意識がないと売れると思う。それはでも日本でも韓国でもこの世界は一緒かなっていうのはあるよね。正直芸術ってあんまりお金にはならへんけど、でもそこしか自分ができひんくて、愛情を注いでやってることやから続けることができると思うし、華やかな世界には見えるけど後ろは絶対そんなことはないし、それこそ人を見る目とかも大切やと思うし、熱い情熱は持ってるけど頭は冷静じゃないと、それこそ韓国ってすごい詐欺とかも多いから、本当に大丈夫かとかっていうのも考えないと危険な部分はたくさんあると思う。今コロナで行きたくてもみんな行けないじゃないですか。だからそれまでに今日本にいる間に韓国に行きたい子たちがやっておいた方がいいことってありますか？やっぱ韓国語の勉強は全然日本でもできるし、どこにいてもできるから、本買えばできるし、ドラマ見てやるのでもいい
いいし、アイドルとかなりたいって子はダンススクールに通えない場合は家でも今 YouTube だったりとかで練習もできるし、そういう準備はやってるのとやってないので大きく差が出るんかなって、うんうんね、じゃあ行けるってなってすぐに動き出せる子と、うん、今から準備する子ってとでだいぶ変わってくるし、うん、大学とか入りたい子は大学のリサーチをいっぱいした方がいいと思うし、うん、お金をかけていくだけの準備。韓国にいる間に一番大変やったこととか辛かったことは何ですか？外国語でお芝居をするって本当に難しくて、言葉のニュアンスとかっていうのはやっぱり住んでないと難しい部分がたくさん、発音は綺麗に直せたとしてもいくらなんかダンスが踊れて歌ができてってなっても、その役を演じれるかどうかっていうのはまた変わってくるから、どんだけ勉強してもみんなにかなわへんのっていうのが絶対あったから、頑張っても頑張っても役が取れへんところがすごい悔しかったし、でもその中でも本当に腐らず頑張って何かを得ようっていうのがあったし、歌が上手な子たちがいっぱいいて、ダンスがあんまり得意じゃない子が多い、でそこでダンスキャプテンを任されて振り付けをみんなに共有して教えるっていうところで、それまでさ聞いてて私が習ってやるだけやったのが説明しないとあかんってなって、どうしようみたいな、もう全部準備していって、もう右手左手右足肘を後ろとかさ、でもそれをやったからめっちゃ早く喋れるようになったし、みんなからすごい信頼されてすごい良くしてもらえたし、辛かったけどその後得たものの方が多かった。とは課題の量、あ大学のそう、もうみんなよりさ3倍ぐらい読むのが時間かかるし、打つのも3倍かかるし、ほぼ寝ずやってた時もあった。やっぱ言葉通じなくて何言ってるのかわからんってなって、一人だけポツンってなった時に辛いなって思う。当たり前だけどこととか、あとそのバックアップダンサーで番組回った時に突然メンバーに入れられて、途中から他の子と入れ替わりみたいな感じになって、4人ダンサーいて他の3人はもう何回もやってるけど僕が初めて、いじめではないけどめっちゃきつくて、当たりがで、こんな辛い思いまでして韓国でダンサーやりたいんかなってその時は思ったかな。結構上から言われるとかは、多分僕の知り合いの日本人で韓国でダンサーやるとかも経験してて、あみんな通ってんねやって思った。売りみたいな強いやん、うん、私たちみたいな、うちのチーム、うちの学校、うちの会社とかすごい強いから、そこにまだ入れてなかったら疎外感か、壁作られる感じがある。韓国の人でもそうではあると思う。でもたまたまチームの団長が優しかったから、俺はいつのことめっちゃすごいと思うよみたいな、外国に来てこうやって仕事するってめっちゃ大変やと思うし、めっちゃ頑張ってると思うよって言われた時に嬉しかったかな、頑張ってよかったなと思ったし、絶対見てくれる人はいるよね。自分から好きで言ってるから、しんどいとか悔しいとか泣き言は言いたくないってめっちゃ思っちゃって、すごいこう追い詰めてたところはあったかも。ラスト、韓国に行って一番良かったなっていうことを教えてください。韓国語はネイティブ並みに喋れるようになったとか、今向こうの大劇場でやってる人たちと一緒に授業を受けてたとか、奇跡やなって思うし、そういう人たちの声を授業で生で無料で聞いてたっていうのも今から思ったらすごいなって思うし、なんか第二の故郷じゃないけど日本来たら連絡してくれる子とかもいるし、仲間はできたし、とかやっぱり自分の意見を言わないといけないっていうのに気づいたから、日本帰ってきてもできるだけ伝えたいなとか、私はこういうふうに思ってる、だからあなたの意見も聞きたいとかって言って、すごく深くいろんな人と仲良くなれる術を知った。友達ができたかな、韓国にいっぱい友達できて、なんか人間関係が広がったっていうのと、全然知らない世界に行って生活をするって大変やと思う経験、絶対どっか壁にぶつかるけど、それをしたことによって結構自信はついたかな、自分はどこでも生きていけるかもっていうのがあったから、例えばもうこの先韓国じゃなくて他の外国に住もうって思う気持ちもできたし、怖いって気持ちはあんまりもうないかな、なんか好奇心の方が強いし、自分が生まれて育った日本のことを外から見ることができたから、あ日本ってこういう国やったんやとか、こういうところが日本のいいところやったんやとか、ここが逆に日本ちょっと変やったんやなとか、自分のアイデンティティみたいなのを客観的に見れたのは
めちゃくちゃ大きいかな。報道されてること以外のことを知るとか、操作されてる部分とかも絶対あると思うし、真実を目で見る感じよね。ということで、今回はお二人に来ていただいて、たくさん質問に答えていただきました。で、概要欄にお二人のインスタグラムも貼っておくので、ぜひぜひチェックしてフォローしてください。では、この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。